5月半ば、ウスバシロチョウがそろそろ飛び始める頃、黒いウスバシロチョウの採集に出かける杉原さん。温度が上がると思いますので、午前中なら最高だと思います。はい、うってつけですね。はい、採集日和だと思います。向かうは福井と滋賀の県境。そうですね、ウスバシロチョウに関しては毎年必ずもう5年ぐらい来てます。黒いオスを狙っているんですけれども、オスの黒いっていうのは全国的にでもこの地域がかなり確率が高いものですから、それを狙ってきております。なぜか地域によって黒っぽくなるウスバシロチョウ、中でも黒いオスは珍しく、杉原さんは5年前から毎年同じ場所に足を運んで観察を続けています。着きましたか？はい、着きました。早速網の準備です。ずいぶんカラフルですね。これは今、そうですね、今日は網ですね、網です。いろんな色があります。今日のウスバシロに関してはこのグリーンが一番有効的な色だと思いますので、今日はこの色を使います。ウスバシロチョウにはグリーンが有効って、チョウに色の好みがあるんでしょうか？網の色関係あるんですかね？もう網持ってこうやって探してるのが一番楽しいですね。40年以上変わりません。そうですよね。はい。ところでお目当てのウスバシロチョウはどんなところにいるんでしょう？実は探すポイントがあるんです。あ、これですね、紫ケマですね。これウスバシロチョウの目印ですね。どうしても探すときに、この紫ケマンという食草、幼虫の食べる食草を目安にして探すことがよくあります。卵はこの周りにばらけて産みます。でそのまま、夏を越して、秋を越して、冬を越して、春にその卵から孵化して、雪解けとともにこの食草にひっつきます。でこれを食べて羽化していきます。大事な草ですね、はい。結構大事にされますか？はい、とにかく山へ行ったら紫ケマンは踏まないように気をつけて歩いてます。来年のためにも。そうですね、来年のためにもです。これでウスバシロチョウがいることはまず間違いなし。しかし何も飛んでいませんね。実は午前中は草の陰に隠れてあまり活発に飛び回らないそうなんです。そこで活躍するのがウスバシロチョウが好きだというグリーンの網。一体どうするのかというと、それで蝶が取れるんですか？スイーピングって言いますね、はい、下に止まっているのをおびき出すっていう作業です。どうしてもこのまだ早い時間帯だと下に止まってますので。蝶をおびき出す、そんなことができるんですか？本当だ、草の陰からどんどん出てきました。確かにグリーンの網に反応しているようにも見えますが、次々に姿を見せるウスバシロチョウ。しかし杉原さんの狙いは
あくまでも黒っぽいオス。さあ、これはどうかな。これメスですね。まあ黒いですね。でももうちょっと白いのがまだ多いですから、もっと黒いメスがいるはずですね。結構黒っぽいですね、これは。お、ついに黒いオス発見でしょうか。これもメスですね。爪がついてますね。交尾してないメスはついてないんですけども、交尾するとこういうのがつけられて、もう他のオスと交尾できないようにこういうものをつけられる。さらに杉原さん気づいたことが。あ、羽かけてるわ。これちょっとかけてますから、こいつは逃がしましょうかね。メスですしね。まあ必要最低限しか取らないですね。特にメスなどは来年のことがありますんで、あまり状態のいいものは持って帰らないです。この後黒いオスを探し続けること3時間。お、これ黒そう。今日一番黒いのでは。どうです、オスですか。メスですね。まあまあまあちょっと黒いかなっていう感じですね。結局午前中は黒いオスには会えませんでした。午後からはもう少し飛ぶはず。同じ場所で探しますが、飛んでないな、やっぱり。全然だな。消えちゃいましたね。31度あります。温度がいかんせん高すぎますね、今日は。5月だというのに30度超え。予想外の暑さになってしまいました。でもあまりにも暑いとこんな風にいなくなるということはよくわかりました。一体ウスバシロチョウはどこに消えたのか。いないな。木陰しかいないですね。チョウに魅せられて40年以上という杉原義和さん。この日探しているのは、福井と滋賀の県境で見られるウスバシロチョウの黒いオス。しかし、暑さのためチョウが姿を見せません。そこで木陰を探してみると、意外とここなんか溜まってる。ここにいないと思ったら、ねえ、こういうところにいますね。歩き回ってようやく発見。ちょうど陰ってていいんでしょうね。あまりの暑さで蝶も日陰で休憩中でした。一つぐらい黒いのが入るといいのにな。4つになった。ようやく見つけたものの、結局この日はお目当ての黒いオスには出会えず、杉原さん残念でした。簡単に取れてしまったら面白くないし、やっぱりそれなりに自分で苦労して取ったものの方が思い出も残りますし、標本を見た時も、あの時何なに大変だったんだなってことをよく思い出します。羽が結構透けてて綺麗だ。飛んでるところなんか見るとすごく楽しくなる蝶々ですね。可愛らしいです。とても可愛らしいですね。とある休日、
昆虫採集に出かけない日は、今まで採集してきた蝶の標本作り。先日採集してきましたね、ミヤマカラスアゲハ。特に春型は斑紋が凝縮して綺麗な蝶々です。やはり綺麗に展示して綺麗に見ていただけるように、見れるようにしたいですね。蝶仲間の間でも杉原さんの作る標本はその美しさが評判。羽や触覚をピンとさせるのはかなり難しいそうです。まず天使板という板の上に蝶の羽の形を整えて一旦固定します。上の羽ですね、上の羽をまずこのラインをきれいに揃えるっていうのも一つですね。まあ180度って言いましょうか、なるべく揃えれるようにしてやってます。針だけでこう押すとポイントでギュッと押さえると鱗粉が剥がれてしまうようなことがありますので、なるべく剥がれないように紙を使うことによって強めに全般的に押さえるようにしてます。最も難しいのが触覚、まっすぐ伸ばすのがポイントです。触覚のところはある程度点でギュッと押さえないと触覚がたわんでしまいますので、ただあまり引っ張りすぎると触覚がちぎれてしまいますから、その力加減というのが結構難しいです。簡単そうに見えますが、かなり気を使う難しい作業。杉原さんの腕の見せ所です。この状態で2ヶ月以上自然乾燥させ、ようやく標本が出来上がります。蝶の標本の鑑賞ポイントはバランスと羽の色の鮮やかさ。さすが杉原さん、左右の羽の高さがしっかり揃って、触覚も張りがあって美しい。こうやってじっくり眺めると、改めて蝶ってなんて綺麗なんだろうって気づかされますね。